って若い間からちゃんと自分のお金を作ってってやらないと、うん、なんか 3,4 年目とかに商社チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。商社チャンネルのおさです。こじです。はい、このチャンネルではですね、キャリアと遊びを味わいつつ、うん、ね、そんなテーマでお役立ち情報を配信してます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、三菱商事の大谷さん、なかなか何回もありがとうございます。本当にすいませんね、もうやっとファンがついてきたんだ。そうね、大谷さんもっと見たいです。よろしくお願いします。大谷選手も二刀流なんですかみたいな、そんなコメントが入ってくるかなと思いますが、本日はですね、テーマ商社マンのお金の使い方、うん、はい、そんなテーマでですね、3人のそれぞれのお金の使い方、なるほど、ね、うん、当時どんな、ね、生活してたのかとか、そんなところを聞きたいかなと思います、はい、誰から行きましょうか。うん、じゃあ俺から行こうか。いいよ、いいよ。あんまりお金ないイメージ。まあそうだ、小西さんでももらってる分が一緒でしょ、多分。まあそうだね、だから使って、ね、使ってるイメージ。まあでも、まず入ってくる額で言えばさ、うん、まあ多分イメージ通り多分平均より高いというかかなりもらえるよね、うん、多分ね。まあでもボーナスが大きい、ね、ボーナスが大きい、うん、そうだね、曜日連動してくれないとね、月は席がついてこないと結構きつい、うん、そうか、月々はそんな変わらなくて、その定期的に年に2回ぐらい来るボーナスが、三菱商事の場合は夏だよね。そうですね、夏にドカンと入ってくると、うん、でしかも僕とはずっと寮にいたから、うん、寮が安い、商業所得が半端ないって感じ。そうそうそう、うん、何ででもなかったんだろうね、あのなんか消えるよね。飲み会かな、やっぱ 1,2 年目は半分以上飲み会。そうだね、うんうん、特に営業じゃなかったり投資だからお客さんがいなかったりすると、うんうんうん、開催される飲み会って基本的に自費で、うん、自腹だから、うん、接待とかでも費用が落ちないから、ね、自分たちでこう、まあ、先輩たちがある程度多めに出してくれるけども、めっちゃ傾斜つくけど、そうだけど頻度が多いから、それでも回数でっていう、うん、あと同期で飲んだら別に変わんないし、うんうん、とかだよね。でもそれでもさ、相当な飲み会回数重ねないと消化しきれなくない？だからなんで、ね、何消えてるのか分かんないけど。確かに確かに、なんだろうね。でもなんかスーツ買ったりとかなのかな。うん、スーツ買ったりとか、なんだろう、でもやっぱりこう彼女とかができ始めると、うんうんうん、こう確かに、であんま自分たちは 1,2 年目とかもらってないのに、なんか結構いい店連れてってくれるとかいう、その社会からの期待値に対して払っちゃう。見栄を張りたがる僕たちみたいな。まあそうだね、あ、でも見栄張りもあるかもね。いや、車買ってないでしょ。車買ってない。そう、車分かれるよね、うん、車買って、いや俺買ってない。車買ってる人たちはやっぱそれでローンでさらに苦しんでるけど車買うか一人暮らしするかみたいな。そうだね、そう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 。え、なんかごめんね、車買うか一人暮らしするか。ああ、お金使い方そう。そうそうそう、会社の近くに住むみたいな人たちと、そう、車買う人たちと、まあ、1,2 年目は飲み会でアップアップです、うん、で、3年目になって給料がボーンと上がります、うん、で、その時にみんなやるのが車買うか一人暮らしするかっていうのがすごい 85% ぐらいの人たちがやってる典型的な使い方だよ。じゃあ小西さんはその3年間の間ずっとなんかその入ってきたお金を見事にキャッシュアウトし続けて消費してきたってことですかね。そうだね、そうだね、そうだね、だから俺だから3年目の夏だから、その上がって半年だから、半年で辞めてるから、うん、あんまりその上がったゾーンにいなかったんだよ、うん、そんな差があるんだ。なるほどね、2,3 年目で、3年目でドーンといくから、ね、そうそう、あとさ、なんかさ、1年目は金借りとけみたいな文化もあるよね。あった、そうだよね、うん、とにかく経験を金で買いに行く。そう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 、はあはあ、UFJ のバンクイックっていうカードを持ってたら、うん、それはなんかそのカードを入れればお金がいっぱい出てくる不思議なカードだね。カイジみたいなやつ、先輩の教えてもらう。でも利率めっちゃ高い。そうなんだ、あとから気づく。そう、おいしくないね、うん、だからボーナス入ってきてもそれで結構返済したら、うん、結構同期で 1,2 年目で 200-300万作って苦しんでるやつ。まあそうだよね。いや、そういう感じ、まあね、あんま計画性に貯めてはないかな、コジュがね、うん、貯めてた。僕は貯めてはなかったっすけど、はい、だからその副業が、うん、まあ、2年目からやり始めたんで、うんうん、そういう意味ではなんか入ってくるお金もちょっと普通の同期たちより増えて、ね、うんうんうん、ここでいう副業って一応三菱さんだから副業って禁止なんだよね。禁止です。なんで副業なんですけど、うんうん、まあでもカテゴリー的には資産運用なんです。不動産投資ってことですね。多分 OK です、はい、不動産投資は資産運用の分野だから OK ですよ、OK ですよっていう話で、うん、はい、で、うん、まあその結婚、まあ、夜遊びに行ったりとかそういうのもあったんですけど、まあ多少はそんなに借金に頼るほど苦しむってことはなかったです。うん、なるほどね、うん、俺も不動産買った。あ、そうなの。そう、ケロン君だと投資マンション、投資用マンション。ほうほうほう、結構みんな買うよね。買う、俺も辞めると思ってたから、うん、その、まあ、サラリーマンというか会社の信用を使えるときにお金借りとこうっていう感じ。なんかでも先週同期と飲んだんですけど、元同期と、うん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 、でもやっぱり辞める前に何しろっていうかというと、はい、もうお金を借りて、うんうんうん、
でまあ簡単なのが不動産なんで、不動産に投資するみたいな。そうだと思う。でその不動産さえ間違えなければ、要はダメな物件さえ買わなければ、うん、ある程度やっぱり自分のバランスシートっていうのは大きくできるんで、はい、そこは大きいと思うんです。だなんか結構そのね、社会一般的に借金ってどういうふうに取られてるかよくわかんないんですけど、あの我々の発想としては大企業のうまみとしてレバレッジをかけるポイントがローンを引っ張ってきて不動産を購入して不労所得を作るっていうのが結構一般的な通念になっていて、うん、でその文脈を見事に2人は体現されてらっしゃったというわけですよね。そうだね。22年間ずっと勉強だけしてきて、働いたこともないやつにいきなり会社に入、その会社に入ったからってなんか金利 0.5% とかでお金を貸してくれる、しかも何千万円も、すごいよね。そんなことってなかなかないよね。すごいよね。金利 0.5% ってすごいよね。しかも東証不動産でしょ。まあそうっすね、うん、まあ東証不動産だったらもうちょっと高いかもしれない、うん、そうですよね。そうですよね。まあちょっともうちょっと高い、うん、なるほど。商社チャンネル、俺はね、不動産はやってないんですけど、うん、それこそ、まあ、仮想通貨が流行ってた部分の時代なんで、送り人ですか？あの奥までは行ってないですけど、あのきちんとキャッシュは増やしました、ね。あえて税金かかるんですか？かかります、かかります。うん、もう雑所得になっちゃうんで、結構な利率じゃねえや。うん、取られますね。20%。税率。うん、いや、20%じゃない。もっと？行く人は行く。あ、うん、そうか、金額によると。うん、累進課税で取られちゃうね。でもまあ、株式投資もやってましたし、要は持ち株買いで、ね。あ、持ち株買い、そうだ。持ち株が入る。入ってた？僕も入ってました。そうだ。フルマックスで入る。うん、うん、しかも、うん、あの辞めるときに売って、結構なんか何十万ぐらいは。そう、僕ら時代的に良かったんですよ、うん。安く買って高く。うん、商社の業績がどんどん伸びてるね、まだ。ちょっと持ち株買い、分かりやすく誰か説明できる。持ち株会は要は社員とかが自社の株式をちょっとお得に買えて、うん、そうっす。まあ、長だったら伊藤忠の株式をその株式市場で買うよりもまあちょっとお得に、うん、ちょっとお得に買えて、僕だったら三菱商事の株を月に1回買えるよっていう制度が、うん、そうですね、社員向けにあると。でもよくよく考えたら、プロ の, あの投資家でも 10% の今まで出せばなかなかいないんで、そうだから絶対買った方がいいと思いますね、うん、変に銀行に貯金するよりかは、僕はやっぱり持ち株やった方がいいと思いますね、うんうんうん、若いうちなんてね、正直キャッシュ溶かしても全然生きていけるんで、 そこでリスク踏むことに全く、まあ、リスクじゃないですよね、うん、あ、美味しい話があったっていう、そうですね、しかもめちゃくちゃ安定だ、うん、っていう感じですよね。今もでも、うん、そのこの不動産に投資してるのと、はい、僕は資産の3割は株に入れてます。おお、自分で好きな株買ってる。なるほどね。上場株、アメリカも国外も海外株も。すごいな。ちなみになんですけど、まあ、僕三菱さん持ってました。あ、もう売っちゃったの？あの、はい、あのいい時に、はい、いい時に。まあそうなんだ。ありがたいことに今はちょっと下がってるんで、まあ、買い時かもしれないですね、また、うんうん、まあそうね。やっぱね、三菱さんってね、すごいんですよ、もう財務体質が。だから、まあ、僕も PL とか BS とか CF とか総合商社の業界ももちろんそうですし、いろんなとこ見てましたけど、圧倒的ですよね。うん、僕らは分かんないですよね、営業の人はあんまり。あ、他社に比べてどれだけいいのかでもよく言われますよ。いずれにしてもまあ素晴らしい会社というわけですが、まあ、他に行くと株式投資、仮想通貨、不動産、あとね、やっぱり結局 YouTube はね、マネタイズしてない。あ、そう、結局あれ社会貢献ボランティア活動みたいな感じだったから、なるほど、ね、まあ、それでも止められたんだけどでもまあいずれにしてもそうですね、僕のお金の結局じゃあ貯金に回してたんですよ、他のやつは、うん、でなんでその貯金に回したかって言ったら、まあ、起業するっていうのが、まあ、結構頭にあったんで、うん、キャッシュ手元に残して、うん、で自分の事業に投資すると、うん、自分の事業作りの方にお金を回すために貯金をしてました、ね、そうですね、なるほどね。結果的にそれが功を奏してます、うんうん、まあでもやっぱり何か給料だけだと、その投資するまでのお金は よっぽど家が金持ちとかじゃないと、うん、ないなと思う。多分15年ぐらい社会人やらないと、はい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 、駐在を減るとか、うん、そういう意味ではなんか給与構造もうまくできてて、うん、だから若い間からちゃんと自分のお金を作ってってやらないと、うん、なんか 3,4 年目とかに結婚式とか来たりして、はいはいはい、ボンって指輪200万でから結婚式300万みたいな感じで俺の妻にはもうちょっとめちゃくちゃ安いのかなえ、でも結構やっぱり買っちゃってみんな貯金全然ねえよみたいな人が多いんで、はい、そういう意味ではなんか若い間から意識は向けつつ、うん、お金を作っていかないと、なんかそもそも普通に生活して普通に結婚してってやるだけだと、本当、うんうん、給料貯金たまらないぐらい感じかなっていう感覚はあります、はいはい、あとあれもやった、ごめんちょっと思い出したんだけど、うん、貴金属もやった。へー、ゴールドとプラス。どうなのそれって、儲かんの？利回りは小さいけど結局まあ利回りはいい。へー、うん、まあ当時まあ市況によるけどね、うん、もちろんですよね。なんか他の商社に勤めてる、まあ、住所で、ね、そっち系の仕事してる人には、なんか僕がブログでゴールド買いましたみたいな書いた時に、いや今買い時じゃねえよみたいなことフェイスブック上に書かれるんでプロに言われる。そうそうそう、いや積み立てなんでって、ドルコスト平均でお願いしますみたいな。なるほどね。そんな話を繰り広げてましたね。
じゃあ2人はさ、そういうお金の話じゃさ、うん、どうやって、てかいつどうやって勉強したの？学生の時は知ってた？いや、知らなかった。社会人になってから？うん、不動産やりながらとか、あとはやっぱ仕事が生きたから、そういう時に。あ、そうなんだ。なんか金利の考え方とか、うん、なるほどね。やっぱ普通にそういう仕事を通してお金のことをすごい勉強になったから、うん、なんかやっぱり授業通してたら、僕の極論は鉱山とかでもやっぱいいものを買うっていうのに尽きるんですよ、はい、で、多分不動産とかもそうで、うん、なるほどね。それをいいものをいかに安く買うかで利益出るかどうかで決まるんで、それを自分でさっきの銀行から信用力があるからお金を借りて実践したら、うん、あ、儲かんじゃんっていう流れはあります、うんうんうん、それが確信に変わるみたいな。なるほどね。実際やってみないと分かんないけど、それ面白いね、面白い話だね、うん、今の僕の場合は大学時代のなんか専攻がもう、うん、ファイナンス、経営学部のファイナンスだったんで、うん、株価算定とかね、すごい、なるほどね、やってたんで、すごく、うん、あ、まあキャッシュで出来上がったらやろうってずっと思ってました。なるほどね。あ、もう全部なんか手出したんじゃないかな、うん、基本的には不動産以外リートとかもやってるし。なるほどね。まあでも結局マヌケさんは50だけ消費して俺ら投資してるんだよ。いや、そうだ。あ、俺実はじゃあここからやります。50さんの反省、まあ反省として、反省と学びとしては、はい、はい、学び、まあ、結局今は僕らその自分たちの会社の株を持ってるじゃん、うんうん、それはまあ資産にしちゃうのが一番早いなっていうので。あ、会社経営、会社経営、そう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 、自分の会社をでかくすれば、うんうん、まあ、変に投資するよりも、ね、一番資産がバーンと大きくなるだろうな、うらやましいですよ、それは。いや応援してます、はい、僕も頑張ります。そうですね、っていうのがまあ学び、うん、自己投資に当てるっていうのが非常に重要かと思いますよ。 そうだね、そのレバレッジ効かせて金融の領域でキャッシュを取りに行くっていうのはもちろん今の話の中で大事ってのは分かったと思うんですけど、うん、自分のこう学びに対して投資したり、体験を買いに行ったり、うん、時間を買いに行ったりみたいな、うん、そういう発想を持っておくのはめちゃくちゃ大事だし、そうですね、それがないとね、10年後20年後も多分これ死んじゃうんで、そう、ね、死んじゃうよね。我々もね、日々気をつけながら、うん、なんか新しいものがあったらお互いに共有しましょう。そうです、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、ね、本日も最後までありがとうございました。ありがとうございます。また皆さんお会いしましょう。 See you next time! バイバイ。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。商社チャンネルではライバルに差がつく最新情報を数量限定で非公開動画としてご用意しました。面接マル秘対策、 OB 訪問の裏側、テストセンターの突破方法など、就活は情報戦です。ググっても出てこない実際に内定を得た人たちの生の情報をお届けします。詳細は概要欄の URL から商社チャンネルのノートにアクセスしてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。